バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはですね、久しぶりにゲストっぽいゲストをお迎えしようかなと思っているんですけれども、最近私との不仲説がね、巷で流れてないけど流してやろうかなっていう感じなので、ちょっと雑にね今日は扱いたいと思いますので、最後まで一緒に楽しくお付き合いください。よろしくお願いいたします。それではですね、まず1曲目は、後ほどゲストっぽいゲストがね、かっこいいギターを弾いていらっしゃる、うちの娘も大好きな曲、ロックナンバーです。陽子でフリーダム。風を切って新しい道を行く、一つ感じるままに進め、スタートなんて遠い昔さ、両手握り力強く走り抜く、ミラーに映る過去まで脱ぎ捨てて、右手を回しスピード上げて、左手握り想いのままに、フリーダムエンジン無線がいいね、旅はまっすぐ公園の鼓動、1曲目にお届けしました曲は陽子でフリーダムでした。それではゲストっぽいゲスト、今夜もお迎えしましょう。久々登場、石井です。お久しぶりです、石井です。声カピカピですね。カピカピですかなんか噂によりますと還暦を迎えられたとか。そうですね、いよいよ迎えてしまいましたおめでとうございます。ありがとうございます。そしてこの間はあのさゆみしーっていうねライブでちゃんちゃんこを着せられたとか。着せ、そうですねああいうなんか赤いちゃんちゃんことかそういうのは着る人ではないと自分では思ってたんですが、いや絶対着てほしくなかったですねわかります、その気持ち、はい、あまりにも似合わなさすぎて、うん、私たちの音楽仲間にその写真をですね回したんですよ。女性たち回されたんですね回しました。そしたら皆さん可愛いとかでも統一して似合ってないと、石井さんには似合わないちゃんちゃんこって言われました。なのでうちの事務所的にはあのちゃんちゃんこ NG をあの出そうと思います。いいですか。はいあのちゃんちゃんこというか色が赤だから似合わないのかね、うん、いや関係ないと思いますよ。だってベージュとか、うん、まあ、80歳とかは紫でしょう。まあそうだ、まあ、石井さん80になった時に似合うか似合わないかっていうところですけどねえ、ギタリスト、さっきも皆さんねお聞きいただきましたけど、あんなかっこいいギター弾かれるのに弾くのにちゃんちゃん来ないだろうみたいな生まれて初めて赤いの着ましたからね、まあ、ちゃんちゃん。そうですね、うん、だからあの石井さんのね還暦バースデーライブもずっとできないじゃないですか。2月20日がお誕生日なのに、はい、もう2ヶ月近く経っちゃいますよ。ですね、東京でも鹿児島でもなかなかこうお祝い事だと言って皆さんと集まるの、まあ、なおさらね音楽ライブもするのもさなかなか集客率も悪いですし、うん、いろいろ気は使いますけど、
まあ、その中にね、髪の毛赤く染めたらいいんじゃないですかとか、おしゃれな赤な衣装でやったらいいんじゃないかとか、でご自身では赤いギターで演奏しようかなとかおっしゃってましたけれども、はい、まさかね、お互いちゃんちゃんこだけ飽きないよって言ってたのに来ちゃいましたね。来ちゃいましたよ。まあいいですよ、しょうがないですよ。だって皆さんね、楽しそうでしたね。あの60歳おめでとうって、私60っていう数字をなんかみんなの前で出されるの恥ずかしいなって初めて思いました人のことなのに私あとはいえね、あ、うん、そうそう、リクエスト今日いただいてるんですよ。でね、嬉しいことに、はい、今 SNS でわざとね、もう私自分の誕生日を公開してないんです。で大事な方がねおめでとうって言ってくださるのはすごく嬉しいし、うん、応援してくださる方がおめでとうって言ってくださるのはとても嬉しいんですけど、はい、まあ、ある時から、まあ、私がお母さんになった時からですね、あの私の誕生日は両親に感謝する日だなと思ってたので、もうあえてね、自分今日誕生日なんでみんな祝ってくれっていうスタンスはやめたんですね。でうちの娘は5月1日生まれで、今度の5月1日で15歳、もうね、うん、昨日から中学校3年生として元気に学校に行っておりますが、うん、なのでね、私のちょっと誕生日の価値観変わったとはいえ、こんなメッセージいただけるなんて思ってなかったので、ちょっと嬉しいので読みます。はい、ようこさん、スタッフの皆さん、こんばんは。あなたのカズさんです。早速ですが、ようこさんお誕生日おめでとうございます。4月8日ですよね。実は私の母も同じ誕生日なので、我が家では毎年めでたい日なのですよ。入学式、進学、入社式と行事が重なり、桜も満開でそろそろ散ってきてはいますが、何かとワクワクするいい季節にお誕生日なんて素敵ですよね。まだまだ思うように音楽活動ができないかもしれませんが、これからもご活躍を応援しています。では今回のリクエストは、陽子さんの歌声を初めて生で聴いて今も大好きな曲、アンフィニッシュドストーリーをお願いします。ラブラブの可愛い娘さんと素敵なバースデーをお過ごしくださいね。ではごきげんよう。あなたのおかずさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、本当はね娘とイチャイチャ予定だったんですけれども、まあ、学校が始まっちゃってなかなかねこう収録もねできないところがありまして、まあその代わり不仲説を流してやろうと企んでるイシーとねちょっとバチバチとお届けしたいんですけれどもまあね、イシーさんがいい人なのでね、なかなかね不仲説流れないというかね、ちょっとそこは乞うご期待でよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いいんですねそれで、はい、では、リクエストいただきました、陽子のファーストシングル、アンフィニッシュとストーリー、お聴きください。どうぞ。まっすぐな優しさ、その笑顔の中に秘めた強さ、惹かれていた。あなたを思えば思うほど優しくなれる心、満たされてく。やっと気づいたの、探し求める私の前に差し伸べられるその手を守り抜く意味、愛を紡ぎ奏でよう、その一つの出会いが出会いをつないで結ぶ奇跡、この空の下
立ち止まっても一歩いただきました曲はヨーコでアンフィニシュートストーリーでした、さっきもねおめでとうっていうメッセージいただいてとっても嬉しいんですけれども、今日はね34歳最後の日でございます。何かの最後の日っていうのはさ、自分で決めない限りこう来ないじゃないですか。意味わかります？うん、明日さ世界が終わるかもしれないなんて誰にもわからないですよ。だけど自分の中でなんかたまにね、もう今日人生終わっちゃうかも、世界が終わっちゃうかもって思ってちょっと今日一日大事にしようかなっていう日とかを作ってるんですよ。わかります？この価値観わかりますよ、うん、そうするとね、うん、意外とねしたいことってシンプルなんですよ。まあ例えば高い買い物したいとかそんなことでもないし、どこかに行きたいとかでもなくて、うん、娘と娘が好きなご飯を作って、うん、なんかずっとニコニコしながら、うん、あったかい気持ちのままおやすみって言って手をつないで寝るとかね。あ、うん、それ映画みたいですよそうでもねえ、そういうことなんですよね。だから人の心ってなんか高いものをもらうと嬉しいとかさ、人に名誉をたたえてもらうと嬉しいとか、うん、まあそういうなんていうのかな、認めてもらうためのステータスにこう目が行きそうだけど、実際は自分の心がもう何も持ってなくてもね、そのお金も時間なんていうのかな、まあ、いろんなものが欠けていたとしても自分の心が満たされること、好きな人と穏やかでいたいとか笑顔でいたい、幸せを感じていたいっていうのが一番大事なんじゃないかなって本当ね、うん、思うんですよ。そうですね、うん、俺もそう思いますよ。思います、うんうん、ちょっと気が合いましたね。
いましたね。不仲ですよ。出てないですよ。いや流しましょう流しましょう。いや最近さ新曲出てないけど、うん、あ石井と陽子ちゃんもうさすがに音楽作るのやめたんじゃねみたいな、うん、どうですそれ。まあだけど冗談抜きに、うん、あの一緒にねこう楽曲温めてくださってるのあるじゃないですか、うん、結構あのストックはねストックってストックありますね。ありますよ。私が歌詞中途半端に書いてる曲はいっぱいありますけど、うんうん、石井さんがすごく素敵に作ってくださってるバラードが多いですね。ああそうですね。ちょっとねバラードを意識してましたね。してましたね。作る時期に、うんうん、だけど最近は私がねこうバラードを歌いたいっていうよりかはもうライブでこうなんかみんなでわちゃわちゃしたいっていう気持ちが強くて、うんうん、最近はねこう作る時ちょっとアップテンポでお願いしますとかね、うんうん、まあお願いしてますけれども、まあとにかくそのお誕生日を迎えるにあたって私が思うのは、うん、今までだったらねもうがむしゃらに音楽してなんかステージの上で死んでみたいみたいなくらいのなんかそういう熱いものがあったので、うん、バースデーライブはしましょうとかどうしましょうっていうこともあったんですけど、うん、なんかねよう今年バースデーライブしないのかなっていうね投稿を見たんですよ、うん、めっちゃ嬉しかった。嬉しいよね。嬉しい。もう忘れられてない。今年に入ってようこうライブしてないけどっていうメッセージもあって、うん、あ嬉しい。いいですね。そうだからようこっていうアーティストがね、うん、ちゃんと求めてもらえてるっていうことを感じられた、うん、あのお誕生日を迎えられるので、うん、あいい日になりますね。ですね、うん、なので4月8日リアルタイムその日にはできませんが日を改めて2ヶ月後かな、うん、やりましょうやりましょうかね、うん、ちょっと遅いけどって、うん、理由は30サブタイトルに35歳を受け止められなかった陽子が送りますみたいなどうでしょうあのそれでも祝ってくださる方は感染症対策のもと、うん、あのバッチシ皆さんのことをお待ちしてるんでご来場くださいっつって、うん、いいのそれそのサブタイトルで、うん、やってみましょういいですね。アコースティックでねお届けしたいと思います、うん、いいですね。もう勝手に北園真由美さんができる日に私も、うん、そうねライブしたいなと思いますけれども、ね、ライブやりたいね。だけどねライブやりたいですね、うん、まあちょっとこの後また一つね石井さんにご提案もあるので、はい、じゃあ次ちょっとお届けしたいなと思いますけれども、はい、私がね34歳から35歳大事なこう時間をまたぐときにね、うん、皆さんにお届けしたい、そして私自身も聴きたいなって思う曲、やっぱりこの曲好きなんです。お聴きいただきたいと思います。陽子でキス&ハグ。どこを切り取っても好きがいっぱい君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ。このまま時間が止まればいいのに君を思うたびに涙が溢れてくる。いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる。いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛。言葉は明日を変えていくために必要な愛。付き合う世界で相変わらず幸せな。お届けしました曲は陽子でキス&ハグでした。とにかくね いい曲ですね。いい曲ですね、はい、
曲がいいのか歌詞がいいのかどっちだと思います皆さん。歌詞じゃないですか。ですよね、だって私が書いたもん。いやだけど曲ってね、やっぱ歌詞が、曲はね石井さんが作ってくださったんでね、そうだから歌詞がいいんでしょうね、やっぱりね。やっぱだけど歌詞が良くてメロも良くてって、うん、2つとも良くないとやっぱりねいい曲にはならないし、なんか自分たちを褒めたがってる、ただなんか自己満のパーソナリティでございますが、皆さん褒めてください、私たちを褒めたら伸びる子たちなのでね、褒められたい人たちですか。そうですそうです。でもあれですよね、あの石井さんの周りの人ってけなし合う人いないですよね。あのないですね、言葉悪いんですけど、うん、音楽してる人ってさ、特にもう還暦アラカン世代ってさ、うん、あのごめんなさいこれ私の勝手な、うん、あのなんていうの、うん、言ってください、ドベダント偏見ですね、はい、君今日は良かったよ、うん、だけどこの間はこうでさ、あそこをさこうしたらいいと思うんだけどさとか、なんか全部上からの、うん、なんか人って結構いるじゃん、うん、まあそれで音楽だけじゃなくて、うん、あの相手を褒めて伸ばすんじゃなくて、どっちかって言ったらダメ出しをして自分の立ち位置を高めるっていうだけのアドバイスを従う人いません？某プロデューサーとかいますよ、そういう。あ、そうなんだ、やっぱいるんだ。いやね、私あれこそねやっちゃいけないことだと思うんですよね、うん、まあね、うん、ライブの後のダメ出しっていうのはスタッフでやる分にはね、身内でやる分には全然大切なことなので、次につながる、うんうん、まあね、それはいいと思いますけどね。そうだから私とイッシーさんは、うん、もう出会って7年くらいになりますけれども、うんうんうん、最近でこそねライブ終わった後反省会としませんけど、みんなこう打ち上げとかで2人だけもうちょっと遅い時間になるとさって片隅に行き、今日の反省会をお願いしますってお願いして、そしたらめっちゃ酔っ払ってもうみんなとキャッキャッキャッキャ言ってた石井さんがいきなり、今日 MC 長かったよねとかあの時は普通に歌ってよかったよねとか、もうでこれはどうだったこうだったとか、もうごもっともなことばっかりおっしゃられるわけですよ。でそれを私もあの求めてるので、別にこれはなんていうの、クレームでもなんでもないんですよ、うんうん、そういうのはねすごく大事です、うん、で次は絶対しないぞ、うん、でプラスそういうちょっとしたことに心を折れないで、うん、でお客様にずっとね、あ成長して良くなったなって思ってもらって、今度はその次楽しかったな、また来たいなって思ってもらえるようなね、そうだね、はい、ステージをこなしていけなきゃなって思うんですけれども、うん、でも、うん、よくそういう反省会っていうのはしたよね、しましたね、うん、最近でこそあんまりなかったですけどね、うん、だから最近はもう多分お互い、うん、あここはこうだったなとかっていうのがもうだいぶ終わったらすぐ納得できるとか、そうですね、うん、あの時こうすればよかったです ねって言ったら、あそうだね、うん、でもあれはよかったよとか言われることがあって、まあ、全てはお客様の反応ですね、最近のね、うん、反省点っていうのはね、そうだね、ライブだから、うん、もう一つあの久々に12月にライブした時には、うん、石井さんがねちょっと私を裏切ったことがありましてね、うん、ステージ上で、うん、真由美さんはニッコニッコしてくださるのに、石井さんは MC 投げよ、次の曲行けよみたいなまあ、 あれは私の中で折れました、久々にね、もう何年ぶりに折れましたけど、まあ、でもそれは大事なことではありますからね、うん、一言言わせてください、はい、すみませんでしたすみませんでしたっておっしゃいましたけど、私がね、謝るときに昔ごめんなさいって言ったら、うん、誠心誠意ごめんなさいって言ったことあったんですよ、うん、そしたら石井さん一言、ごめんなさいじゃないよ、えじゃあなんて言ったらいいんですかって言ったら、すみませんでしただよって言われた鬼プロデューサーです、はい、笑い話です、はい、では皆さん、はい、このように楽しくお届けしてますバニラスカイ、毎週木曜日夜8時30分から30分お届けしてますが、皆さんのメッセージやリクエストで成り立っております。宛先は797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお届けください、お願いいたします、お願いします、バニラスカイ宛てにね、うん、はい、では今日はお誕生日だったので、石井さんからのお誕生日プレゼントとして今日はめっちゃいじってやりましたが、また出演してくださるときには不仲説流すように頑張りたいと思いますどうしてもそう言いたいね、ですよ、だってさ巷ではさ、あの二人仲いいよねみたいなさ勘違いばっかり出てますよ、
じゃあその逆パターンをいこうかと、うん、そうそうそう。でこれを聞いた人が、あやっぱあの二人本当は仲悪いんじゃんみたいなね皆さんも交互期待で、では1週間も皆さんらしくハッピーでいてくださいね。1週間もですよ。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。では還暦の石井と34歳の陽子がお届けしました。それでは一緒にせーの、バイバイハッピー。